なあなあ、ゆうき、勉強はかどってる？そこそこかな。俺集中力ないのかもしれない。机に向かうとさ、いらないことが気になって仕方がなくなってきて。例えばどんなこと？え、そのほら、勇気のこととかさ。僕？だって気になるから仕方ないじゃん。どうすればいいんだよ。どうすればって。それって欲求不満なんだよね。だったらそれを解消すれば。勇気、それってどういう意味か分かって言ってる？分からないけど。何？勇気のそういうところ好き。さて、今日は抜き打ちだけど、ちょっとした小テストをやってもらおうかな。え、聞いてないですよ。そもそもテストというのは、いきなり受けてこそ価値があるものだろう。ほら、文句を言わないで用意をする。例によって不合格だったら桜野くんにお仕置きだからね。え？なんで僕？それでは問題。ナトリウムやカリウムは何金属と呼ばれるでしょう？トリチェリーが発見した大気圧、その圧力は押し上げられた何の高さで表す？元素記号 Cl は？元素番号79の金属は何？それでは最後の問題だよ。私の好きな食べ物は何でしょう？先生、それって科学には関係ないと思うんですけど。うん、よくできたね。合格だ。やった。ふう、よかった。っていうか先生、最後の問題は変だと思いますけど。まあ気にしないでいいよ。
うわ、疲れた。抜き打ちでテストとか絶対いじめだよな。でもちゃんとクリアできてよかったよね。途中でかなり迷ったけどな。と、なあユキ、手つなごうぜ。たまにはいいじゃん。うん。なんかさ、こうしてるとホッとする。ユキの手、すげえ柔らかくて気持ちがいい。楓くんの手も柔らかいよ。ユキはいいの。だって可愛いし。楓くんも可愛いはなしだからな。なんで？だってユキに対してはいつまでもかっこいい男でありたいもん。先輩たちに負けないくらいさ。大丈夫だよ、今だって十分。やった、嬉しいから。今日の夕飯のコロッケ一個勇気にやるよ。なあなあユキ、勉強の方進んでる？先輩たちに教えてもらわね。科学の勉強？そう、あの二人意外と優秀なんだろ。だったらいろいろと教えてくれないかな。桜の戸葉がどうかしたのか？科学の勉強を教えてもらいに来ました。邪魔ですか？まさか。邪魔なわけないじゃないか。さ、入って。科学か。蓮沼は割とひねった問題を出すから面倒だろう。それよりも僕たち、まずは基礎的なことからよくわからなくて、よろしくお願いします。というわけで、こうなって数を揃えれば科学式ができる。なるほど。なんだか喉乾かね。俺ちょっと飲み物取ってきます。久慈さんも付き合ってくださいね。ん？なんで俺？だって勇気と二人にしてると危険な感じがするし。俺なんかより和臣の方が。疲れたか？
まで使わないのに、頭使うと疲れます。そうか。桜の、ほら、ここ。消しゴムのカスが。何やってんだ、咲坂さん。さん、どうかしたって、ほら、さっき俺が言った通りだろ。俺なんかより和臣の方が危険だって。余計なことを言うなよ。これはその、なんだよ、なんだよ、こんなのありえないって。楓くん、どこに行っちゃったの？楓くん、どこに行くんだよ、ユキ。楓くん、よかった。僕の方こそどこに行っちゃったかと。俺はどこにも行かねえよ。だってここに勇気がいるんだもん。楓くん、さっきのは、あのね。分かってるよ。ちょっとびっくりしたけど、勇気はそんなやつじゃないって分かってるし。本当に信じてくれるの？ごめんな。俺さ、先輩二人みたいに余裕かましてられるほど大人じゃないから、いろいろと不安になるんだ。勇気のこと好きだから、ずっと一緒にいても、こうして抱き合ってても、たまにすごくすごく不安で。僕はずっと楓くんのそばにいるからね。うん、ありがとう。ごめんな、ゆうき。今日はそっちで寝てもいいかな？うん、それじゃあ。Thank you.
ゆうき、起きろよ。楓くん、ほら、早く起きないと遅刻するって。おはよう、ゆうきくん、かえでくん。あ、くじさんにさきさかさん、おはようございます。はが、昨日は俺のせいで勉強がうやむやになってしまってすまなかった。え、何の話ですか？まあそのことはもう置いといてさ、またわからないことがあったら教えてください。何かあったんですか？翔太、ちょっと空気を読めよ。まあまあ、そのことはもういいじゃないか。二人とも、なんとか追試をクリアできそう？勉強をやってるかな？もう、朝から無理やり起きてたら、眠くって。勉強でもしてたのか？ああ、そうです。眠くてあんまり意味がなかったかも。なあユキ、考えたんだけどさ、科学室に忍び込んで教官室にあるテストちょっと持ってこようぜ。え、ダメだよそんなこと。でもこのままじゃユキが先生にお仕置きされるって。冗談なんじゃないのかな。ともかく、そういうわけで午後に行くからな。約束だぞ。やあ、桜野くん。蓮沼先生。まあまあ、そんなにびっくりしないで。今日の補習のことなんだけど、休養ができたのでお休みにしてもらいたいんだ。なんか
誰もいない科学室ってかなり不気味だよな。なんか変な標本とかあるし。やっぱりやめようよ、楓くん。バカ、今さらここまで来て引き返せねえって。確か蓮沼はこっちの引き出しによく。おや、何をしているのかな、こんなところで。うわ、羽賀くんと桜野くんじゃないか。どうかしたのかな、質問。はい、そうです、質問で。それは感心、ちゃんと勉強してるんだね。で、その質問は。先生、科学の問題出してください。テストに出そうなところを教えてほしくって。おや、桜野くんはずるい点を思いついたもんだ。そうだね、ちゃんと答えられたらテストのヒントを教えないこともないかな。それでは問題、原子番号18の元素は何だ。素晴らしい、正解だよ。よかった。勇気すげえな、よく覚えてたな。ま、とりあえず君たちがどうして誰もいないはずのこの教室に入り込んだかはこれで不問にしてあげよう。バレてた。私を誰だと思っているんだい。先生、ごめんなさい。ま、桜野くんがそう言うなら仕方がないね。いいかい、不正はいけないよ。二度目はないからね、そのつもりで。羽賀くん、君だけにちょっと話したいことがある。ちょっといいかな。追試もうすぐだし、頑張らないとな。